はいどうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということでドラゴンクエスト5実況プレイ続きやっていきたいなと思います。でですね、ちょっと後ろになんかちょっとこう目を薄めて見なくてもわかるか、浮いてる、あ、多分あれが多分、まあ、ラスボスでしょう。もうこの感じもこんでしょ。まあね、あれが一番悪いやつなんでしょ。要はね、あいつのせいでいろいろあったわけなんで、お母さんもね、あいつをこう封印してたわけですからね。さあ早速行ってみましょう。でちょっとパーティーがちょっとやばい、ちょっと待った、回復してなかった。外に一回出てから回復した方がいいかな。ちょっと待った。まあでもまあ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 、ちょっと変えるか。で作戦で並び替えて、青さん、レックスと、まあ、タバーサと、まあ、メタリンでいこうか。まずこれでいこう。まずこれでいこう。で、道具持ってるね、メタリンね。あ、ちょっと緊張してきたわ。緊張してきた。さあ、ついに、すべての、さあ、あ、なんか右の、あれなんか見えない？なんかちょっと、また、これ終わるのか。いや、終わんねえんじゃねえか。なんか神殿みたいのがない？ないか。さあ、ついにここまで来たか、伝説の勇者、その一族の者たちよ。私が誰であるか、その人たちにはすでに分かっておろう。魔界の王にして、王の中の王。気が遠くなるような長い年月を経て、私の存在すでに神をも超えた。はい。もう私は、なんでこんなロボットみたいな喋り方するんだ、こいつ。おい、私、世界は私の手の中にある。私のしもべたちがあれこれと働いていたようだが、あのようなことはそもそも必要のない、くだらない。あ、言ってたわけじゃないってこと？ってこと？あの、ゲマとか勝手にやってたのかな？あいつますます許せねえやつだな。いや、でも、そうだよね。こいつのためにやってたわけだから、やっぱこいつが悪いわな。なぜなら私は運命を選ばれたもの、勇者も神をも超える存在だったのだからな。そんなにすげえの、こいつ。へえ、魔界の王たる。さあ、来ました。そんなにすげえんだ、こいつ。なんだろう、なんて言ったね。これ飛んでんのか。さあ、ミルドラーズ、来ました。さあ、来ました。すべての王の王、中の王らしいですよ。さあ、ぶちのめしてやりましょう。お前のせいでどんだけ人生狂わされたと思ってんだ、この子たちが。ほんとだわ。さあ、積年の恨み晴らしていこう。で、まずは装備を、まずはどうしよっかな。ドラゴンの方の杖も強いと思うんだけど、やっぱ HP 回復ってもうでかいと思うんだよね、俺。でかくないか。装備、まずいいや。ちょっと待って。一回じゃあドラゴンの杖使ってみようか。ドラゴンの方が強かったもんね。んで、攻撃で、どうすっかな。普通に攻撃していこうか。普通に。攻撃で、まあ、ルカナンとか多分入らないと思うから、青さんね。んで、特技で、フバーハかな、やっぱり。フバーハ。78しか入らなかったね。バイキルト2倍になった。さあ、55。輝く息を吐いた。48、47、44。メタリンナイス。メタリンナイス。んで、こう、行って、ちょっと一回ちょっと、スクルート入れといて、バイキルート入れて、特技って、ちょっと道具をちょっと使っていこうか。まあ、ゆっくり行こう。ちょっと今回はね、ちょっとちゃんとね、まあ、いきなりボス戦から始まってるんで、ラスボス戦始まってるんで、いつも以上に焦らなくていいから。よーし、バイクルで入った。さあ、問題は、攻撃17。いやー、いいね。わー、危なかったね。ちょっとメタリン17か。あ、よかった。メタリンね、装備もちょっと充実してきたから、さあ攻撃攻撃ね、この子どうしようかなと。いや、何も入らないと思うんだよね。ナズンか。ここは本当はね、メラゾーマがいいんだけど、ちょっとね、ちょっとね、まあまあちょっと HP 低くなっちゃうから、まあ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 、馬車にいるからね、ちゃんとね。さあ傷回復最高。さあ148ナズン、ダメージどれが出る？お、悪くないんじゃない？まあ、メラゾーマ150ぐらい出るんだろうけど。まだでも、これドラクエの歴代ボスって途中でさ、なんかだんだんちょっと強くなってくるじゃん。強くなってくるよねー。注文、はい、ナズ。で、どうしよっかな、道具で。
賢者でしたね。オッケー、じゃあ58やっち、まあ、悪くないね。いやメタリンちょっといい感じや、やっぱね。よし、問題がどうなっていくのか。4ではですね、なんか体型変わったじゃないですか。結構変わったよね。2段階ぐらい、いや5段階ぐらい変わったんだ。結局いろんなのが、いろんな手とか出てきて、次行こう。よし、まずナーズン行って、で、道具ね、 OK。 ゆっくりね、今回はゆっくり、焦らないでいけるからね。ゆっくり行くよ、ゆっくり。よし、さあ、ここはね、馬車の人たちも回復すると。さあ97、輝く息を吐いた。まだまだだな、まだ序の口だろうなこれ。まだまだあれなんじゃない。よし、 OK。 怖え、いつなんか本気出してきそうな気がして怖え。はい、一応7、 OK。 いいよ、ナイスナイスメタリン、ナイスメタリン。もう一番仲間にしてよかったね、やっぱメタリンはね。やっぱ違うよね。さあ95、仲間、なんか来た、仲間来た、なんかちょっと変わってきたよ。まあいいか、ここにまあナズンがあるから、うん、で道具で、いやまだいけんのか。で攻撃しないで、うん、スクルト入れとこう。じゃあ今のうちに、じゃあもうちょっと、じゃあ上げとこうか。これで仲間にならんかな。ラスボス倒したみたいな感じで、キラーマシン仲間になりたがってないか。さすがにそらねえか、それはねえか、さすがに。やめてくれやめてくれ。いや、スクルトやっぱすごいな。さあ、あーっと、やばい、ちょっとめんどくさいな、あいつ。あの、この雑魚がちょっと、まあ魔法使ってくるわけじゃないから、まあいいけどね。これ魔法使われたらうっとうしいじゃん。で、なずんで、道具で、やべえ、ドキドキしてきた。ドキドキしてきた。よし、よし、回復してる回復してる回復してる。さあ126、あ、しまった、あ、ごめん、わざわざ見てなかった。あ、効かねえのか、キラーマシンって。マジか、いや、ごめん、俺が悪かった、ナズン聞いてなかった。やばい、ナズン聞いてねえし、やばいやばい。まあまあでもいいんだ。ちょ待って、はいっと、これ2人をやって、呪文でどうしよっかな。ちょっと何があるかわからないから、これマヌーサとか入んのかな。あ、いや、やめとこ。バイキルト OK ね。で特技で、まあちょっと、道具か。あ、キラーマシンって魔法攻撃当たんないの。ますます欲しくなったんだけど。あ、そうなんだ。14681、あ、強え、強く、いや、でもまあ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 、一回の賢者の石で回復できるぐらいだから OK ね、 OK。 マジか、うわ、このパティンか。キラーマシンだけかもしれないよね、でもね。 OK で、これなずんでいけ、右のやつは悪魔神官は入んのかな。で道具で OK、 よし OK。 まあ焦らずゆっくり行こう、ゆっくり行きましょう。もう最後、最後勝手に最後とか言いながら、葵さん、それ最後じゃないんです、その後にもう一ダンジョンあってとか ないよね。こすん、あ、よかった、仲間呼んでこない。いいわ、魔法さえちょっと唱えてくれれば。ザオリック、誰が来た、いや、めんどくせえな、悪魔進化。これあれか、オッケー、わかったわかった。ザコほっといて、なずんで、賢者の石でどうにかスクルト入ってるから、真ん中倒してみようか。わからん、どうだ、いや、失敗、これが失敗なのか。まあ、いや、やってみよう、とにかく行ってみよう、行くだけ行こう。あいつやめたらの、やめて、ちょっと、いてつか、波動、波動きた、波動きた、やば、初の波動が来た。待って待って待って、よし、35、やめろバカ。あ、待って、70、 OK ね、 OK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  で、一番めんどくさいのが、一番めんどくさいのが呪文で、これまたあれかな。またバイキルトもやめた方がいいですよ的な感じかな。ね、ありえそうだよね。ちょっと特技フバーハをやっておきたいね。フバーハは必要だから、バイキルト OK、 よし、やめて、もうやめて、輝くね、 OK。
フバーハだけでいいかな。バイキルともしかして、またいらないかもしれないね。58。いや、全然大してダメージ当たんねえな。オッケー。一応バイキルとだけを、タバサがちょっともう MP やばいな。で、道具で。竹んじゃりし。わからん。どうなって、敵がどういうタイプのあれなのかちょっとわかんないから。オッケー。141。お、終わった！なんだよ、もう周りのやつ必要なかったのかよ。なかったのかよあいつら。でもこれではさすがだな、伝説の勇者とその一族の者たちよ。しかし不幸なことだ、生地強いばかりに私の本当の恐ろしさを見ることになる。さあ来ました、泣くがいい叫ぶ。何体型出てくんのこれ。泣くがいい叫ぶがいい、その苦しむ姿が私への何よりも捧げん、え、なんだド M か、ド S かお前。ド S か、勇者などよ、このたわけた血筋を私が今ここで断ち切ってやろう。さあ来ました、問題が何体型ですか。フリーザさんで、フリーザ関係ねえか、なんか太ったぞ。太ったぞ、なんかちょっとザーボンさんの二体形みたいなさ、いや、ザーボンさんでかくなったわけじゃねえのか。ザーボンさんは、見にくくなっただけか。うわー、手が4つ、もう4回攻撃とかもう、うわ、尻尾もあるし。音が変わったよね。さあ、来ました、ミルドラースさん。いや、お願い、でき、いや、さあ、怖いね。さあ、行きます。さあ、攻撃、行きます。で、一回ちょっと怖いんで、スクルトかけて、呪文で、バイキルーと言ってからの特技の前に、まずは、一回ちょっとあれか、やばいな、ちょっと。さあ、攻撃、さあ、こいつは何を先にやってくるかだよね。どんなパターンの攻撃が。82。バイキルト。OK。スクルト。うわあ、なんか、なんだ、221、もう間違い、いてつく、波動来ました。波動くんのか。じゃあもうバイキルトとかも必要ねえパターンかな、これ。だよね、だ、そういうことだよね。んで、どうしようかな、呪文で、やるかな、もう入らんやろ、もうこれ、ここまで来ると。で、道具で。いや、あれなのかな、いてつく波動。使わせるためにあれかな、強化つけた方がいいのかな、どっちなんだろう。あ、これ入れ替えした方がいいのかな。タバサがちょっとここで使えないな。やべ、80ダメージ食らった。やべ、あ、魔法カウンター食らった。危ない、ちょ待って、2回攻撃やめて。ってことはちょっと作戦、さあ変えよう。で、まずレックスだろ、レックス入れて、ゴレムスか、ゴレムス入れてみようか。ここに来ていきなりゴレムスさん、いきなり最近使ってくれると思ったらいきなりラスボスっすかみたいな。そう、メタリーね、これでいくか、これでいくか、よし、オッケー。で、戦う、はい、で、ゴレムス。ゴレムス大抜擢やないか。ちょっと行け、ちょっとベホマかなんかを、ちょっと少しベホマかなんかをちょんちょんちょんと。で、道具で、賢者の石ね、オッケー。75、賢者の石、オッケー、ナイスナイス、行きましょう。さすが俺ムスさん、いきなりの大抜擢です、大抜擢。やめてやめて、うわー、ちょっとマジか、間に合わなかった、失敗しちゃった、レックスが死んでしまった。オッケー、ゴレムス、おお、100か、ゴレムス悪くないね。でもちょっと待った、どうしようかなと。ちょっと待った、一回ベホマを自分に入れての特技で瞑想を入れたいんだけど、ザオリクって誰か唱えられたっけ。まあ、ちょっと待って、一回瞑想しよう。で、特技で一回ちょっと、フワ入れてみよう。オッケー、お、瞑想すげえ、めちゃめちゃ回復した。オッケー、で、ちょっと呪文でザオラル入れて、で、攻撃、瞑想はいいか、攻撃して、で、特技って、フバーハスクール、ちょっと一回ちょっ
とスクルト入れたいね。よし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 、生き返らない、ザオリクがない、ザオリク誰かあれだっけ。いやもうあのな、問題があってさ、ベホマンだからいいんだけど、多分あれ防御力低いから多分出てきたらいきなりバシって殺されるっていう。多分ちょっと頑張ろう、よし頑張ろう、よし頑張ろう、よし頑張ろう、レックスオッケー、待った、よしよし、で一回ここで耐えてくれると、おーいいね、ナイス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 、待った、耐えろよ耐えろよ、耐えた、ナイス、よし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 、いいぞ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 、で戦うで作戦で、あ、これあれなんだな、もしかしてこう来てこう来て、こうやばいやつを後ろに入れて、よし誰入れるか、ビアンカ死にそうだよな、ベホマンな、ザオリク持ってるけどギーが入れて、よっしゃよしこれでいこう、じゃこれで一回行ってみよう、オッケーオッケー、でこれで攻撃入れるでしょ、入れます、特技死ぬかな、196、いや怖いな、いいか、瞑想入れるか、じゃあで攻撃入れます、でここで賢者の石を入れておけば、こう馬車に行ったレックスとかも回復するんじゃないのこれ、なるほど、こういうことか、違うの、合ってるよね合ってるよね、この使い方は、あー怖い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 、やべ、瞑想始めた、オッケー、ゴレムスの瞑想やばくね、 MP だって関係ねえんだけど、これいいんだね、いいんだよね、だからよし、オッケー、ドン、オッケーね、オッケーで、ギーガーちゃん入れて、で特技でじゃないよ、うん、だ道具で毒針ね、83、あんま全然いかねえな、でもただちょっとベホマラーがちょっと、いやー141、勇者がちょっと一回ちょっとあれだったな、オッケー、オッケー、で勇者ちょっと一回自分で、お前ちょっとあれだわ、で攻撃、ギガやばいちょっとギガやばそうな気がするんだけどいきなりギーガとゴーレムスもやっと使ってくれるのかいと思ったら、いきなりおラスボスっすか先輩みたいなすごいよね、いや怖い、もう緊張するわ、こんな使われ方されても、やめて、さあオッケー、オッケー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 、よしオッケーオッケーオッケー、ねえで戦うで、ちょっとね、ベホマ自分で使わせて、ゴレムス、またちょ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 、またでここでここで入れ替えっすよ、汚ねえのか、この戦法ちょっと汚いのかでゴレムス入れて、ここで一回レックス入れて、あでも HP 回復してないからな、195、全開はしないってことか、あ回復はあれん回復してた、まあいっか、でメタリー入れるでしょ、で OK でこれでいいでしょ、はい OK、あ前回はあれ回復してんのかな、で呪文でちょっと危ないんで OK で、で攻撃で、で呪文が何もないんで、で道具で、ちょっとゆっくりやっていきますんでね、お願いします、いやまだここまで帰ってくるの、ここの誕生結構長かったからさ、あれなんだろう、後ろに行っても回復してる量が全開じゃないのかな、さあ凍てつく波動悪くない、2回攻撃来る、攻撃 OKオッケー、200ダメージぐらいしか入ってないか、ここまで来ると、で特技で、いやフバーハの方だと思うんだよな、74 74 54、いいねいいね、光の壁作り出した、いいね、54、あいいね、まあ100、200ちょっとぐらいのダメージか、まあ悪くはないか、ほい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 と、で一応ちょっと作るというとこ、あ緊張するわさあこれで終わんのか、結構重たいんだよね、一撃が結構重たいんだよね、はいはい、54OK、 さあ行きます、まだまだいけるでしょう、はい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 緊張するわ、賢者でしょ、 OK、 よし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 、安定してるよ、まあ、なんかちょっと変なの来なければ、さあ、いやでもしてます、今一番怖いんで言っていいですか、まあこれ100だけ、マジか、あまあいいね、じゃあ手が4つあって尻尾あるじゃん、ちょっと
ちょっとなんか誤解攻撃とかやめてよ。ちょっと MP がちょっと残しとこう。レックスはあの最悪ベホマラーと賢者の石のダブル全体攻撃がでちょっとどうにかしたいね。これなんだろう、馬車全開してんのかな、してない、ちょっとだけしか回復してないのかな。それかさあ55イオナズン切ってさあ59 88。ああ来た、おお来た来た来た。ちょっとこうなるとちょっと危ないから、こうなるとちょっと3回攻撃や、おお3回攻撃来たら一気に沈むね。やりそうで怖いんだよね。最後の辺とかさ呪文で危なくなったらこのベホマラね、オッケーで道具でよし、お願いちょっと待って、早く使えよ。オッケー。レックスちょっと早めに使ってほしいな。レックスお願い、レックスちょっと怖いな。お、オッケー、ナイス。こう時間かかる、時間かかるやつやなこれ。オッケー。灼熱の方の悪くない。お願いちょっとここで一回止めてもらえと。オッケー。悪くない。ちょっとゴレムス一回ちょっとここで瞑想あたりをちょっと入れとくか。じゃあ瞑想入れて。で呪文で攻撃で、まあいいでしょう。で特技で世界中、いやちょっと怖いかな。ギリギリかなのか。もう瞑想よくね、瞑想なんか200より回復してないか。うわあった、よし耐えろ、耐えれるね。2回呼吸やめて、オッケーナイス、よーし危ねえ。おー瞑想すごくね。お神スキルか。これちょっと入れ替えるか、入れ替えてみよう。ちょっと試しにね、総替えでゴレムス、レックス、ギーガキ。ギーガキたメタリね、オッケーで、あ勇者いなくてもこれで戦えんのか。レックスがでギーガでしょ、オッケーだよね、いいよね。さあ入れ替えます、じゃあ行きます。でちょっと試したいよねちょっとね。でちょっと自分にベホマラ行っときます。いやちょっと、いやいけるべ、耐えれるべ。中井くんかまた。すみません関係ない話しちゃって、俺べって言うとなんか言葉言う人って中井くんってイメージがないから、ごめんなさい関係ない話しちゃった。で賢者の石ね、よし行きます。オッケーよし、ギガ60ダメージね、オッケー。あやばい、ちょっとレックスがちょっと思った以上に回復しなかったな。あれなんかレックスの回復量少なすぎね。あーなんかこれちょっとここ耐えれないような気がする。メラゾーマ来た、メタリン超ナイスじゃね、ちょっとめちゃめちゃナイスだったんだけど。さあここで問題がありまして、ね、入れ替えるのいいんですけど、まあ、入れ替える前にいやいいか、総替え、ちょ待って、ちょっとごめん見させて。青さんあんま回復しないんだな、なんでだろう、気のせいかな。入れ替えもいいけども、まあいいや、普通にトントンで、ちょっと一回ちょっと自分のことを少し、これちょっと終わりが見えないな今のとこ。ほいっとで特技でスクルトね、フバーハも、いやフバーハ入れとくか。はい、さあ行きましょう。こっちよ、でもオッケー。277ってちょっと少ないよね。いやギリギリだよね、カツカツだよね。なんかメラゾーマを作っのがーい124、オッケー、ほいちょっと自分にベホイミを入れさせてもらって、特技スクールと入れて、勇者がなかなか回復して、あそうだそうだ、あビアンカでちょっとメラゾーマも入れたいよね、ちょっと。あベホイミあんまり回復しなかったね、やめて。うおーレックス超食らうな、ほいレックスなんか自己ケアる要因になってしまった。で攻撃で道具で75、オッケーまあ耐えれるでしょう。はい60、お54、おいいね、オッケー。さあお願い、メタリンナイス、メタリン愛してるよ、メタリンいいね、オッケーで道具で、じゃあスクルトいただきましょうか。はい、さあそうそう、メンバーチェンジのお知らせいっとくかい。
53、はい、52、はい、ゴー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 、いいねいいねいいね、だメタリンでしょ、メタおっしゃナイス、いいね、ちょっとここらで一回ちょっと入れ替えます、メンバーチェンジのお知らせです、青さん入れてゴレムスレックスんで、まあ、このメタリンでしょうか、メタリンね、いや俺ビアンカとか俺一撃で沈みそうな気がするんだけどな、でも入れたいっちゃ入れたいんだよね、ビアンカも一撃ぐらいは多分攻撃したいと思うんだ俺、メタリンオッケー、よーしオッケー行こうで戦うね、青さん、青さん全然回復してねえんだけど、あおかしくね、まあいいやでオッケーで呪文ね、本当はねメラゾーマ多分ダメージ入ると思うんだよね、でもメラゾーマ撃ってきてるからな、撃ってきてるから、ちょ待ってね、ちょベホまで攻撃でで呪文でメラゾーマね、で特技でフバハ、よし行こう、青さんとビアンカがさあ夫婦の力見せてやろう、おー強い、ビアンカやっぱ、あビアンカいいね、ちょっといいね、死ななかったらちょっと全然ビアンカ欲しいな、いいよね、あよいいねいいね、おいいよ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 、メラゾーマいいね、特技フバハ、おしオッケー、いいよいいよいいよ、さあ81メラゾーマいいね、182、おおいいよいいよいいよ、これ一番火力出るね、さあ126メラゾーマ誰で、やばい92、まあ大丈夫かなっていう感じだけど呪文にかけときましょうか、で攻撃で呪文メラゾーマで特技でちょっと スクルト入れて、よーしよしよしよし、おこれ今一番いい感じでダメージ出せそうだね、メラゾーマ、いやービアンカいいね、いいよいいよ、ほらこれ300近くダメージ与えるもんね、だいた青さん70、オッケー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 、ほいほい、呪文メラゾーマ道具、ちょっとそうそういいとこ、よし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 、いいねいいねいいね、いいよいいよ、さあ行こう、よし80メラゾーマ、よーいしナイスだビアンカ、いやビアンカちょっと連れてきてよかったよ、あメタリンメタリンナイスいやちょっと待って、もうこれがあるのよビアンカは、だから呪文でビアンカこう入れてで攻撃させてで道具でまたで呪文でメラゾーマ、これのが結構ダメージ入るかもね、これ300ゴレムスがハヤブサの剣持ってるからで合わせても300って、これが一番ダメージ入るのかもしれない、メラゾーマオッケー、あ200、うわなんかどんどんダメージ上がってるような気もするんだけど、はい危ない、さあ300いってるからね、まだか、長くねちょ長くねえかこれ、またベホマね、オッケーよしオッケーで、おーで呪文メラゾーマで道具で、賢者の石ね、よし行きましょう、よしよしよしナイスオッケーオッケーオッケー、怖いからね、ちょ慎重に行くからね、またここまで戻ってくるの211だからな、ビアンカがよし、いや弱ー、やめてやめてやめて、おお怖え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 、で一回呪文でよしオッケーで、ちょっと一回ちょっと瞑想入れて呪文でメラゾーマ行って、んで賢者の石ね、オッケーよし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 、まずいやー死にはしないか、オッケーか、ちょなビアンカちょっと HP さ多かったらビアンカいいね、メラゾーマあれなんかさ仲間でさメラゾーマ効くやつ使うやついるのモンスターで、うんーちょっとやばい、ちょ待ってちょっと待ってちょっと待って、危ない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 、2回攻撃やめてくれよ、おーゴレムス最強じゃねえかよ、マジなのこれゴレムス、さあ待ってで入れ替えます、入れ替えます、阻害です。いきます。んで、戦闘ゴレムス、レックス、ビアンカ、メタリンでいきます。いきます。んで、攻撃して、で、呪文で、ベホマラ使って、メラゾーマ使って、いいでしょ、いい感じでしょ。もう、総動員だわ。いや、悪くはないよね。よしよし。いやーいいね、ビアンカここに来ていいダメージソースだ、悪くないよ、いいよいいよ、オッケーよし、よしよしよし、ちょっとこのメラゾイテツカ波動悪くないね、いい波動バカになってくれれば、灼熱炎そう
ビアンカが結構クーラー160、なんでこんな、ビアンカなんでそんな食らってしまうんだ。ママちょっと、ママよし、オッケー。で、呪文、よし。メラゾーマネ、オッケー。で、道具ね、よし。で、賢者の石、オッケー。よし、ナイスナイス、よし、いけるいけるいける。大丈夫大丈夫。あ、ビアンカいいな。いや、でかいわ、でかいわ。全然終わらないんだが。よーし、2回攻撃やめて、ナズンが来た、ナズンが。ナズン結構食らんだっけ？オッケーオッケー、ナズンは大丈夫なのか。ちょ、装備だな、多分ね。俺のちょっと、ビアンカの装備が悪かったんだな、だから。オッケー。で、呪文で、ベホマラー、メラゾーマ、で、道具で、賢者の石、オッケー。よーし、安牌で行こう、安全に行こう、安全に行こう。これちょっとね、あれやりたいわ。レベル99まで上げて、どんだけ、倒せんのかってやってみたいな。やってみたいな、これも。さあ、よし。全然終わんないんだけど。やべえ、もう30分くらいやってんだが。いや、2回攻撃進んでくんなよ。オッケー、びっくり、これ怖いわ。怖ーい。まあ、でもまあ、ちょっとビアンカにそれだけの価値があるかって言ったら、ビアンカの、メラゾーマにはちょっといい、ちょっとそれだけの価値は今んとこあるよね。300ずつダメージ入ってるから。ただね、ちょっと装備だったな。もうちょっとちょっと。ああ、なんか嫌なような気。待って、耐えて、お願い、やめて、お母さんを殺さないで。マジか、うおー、レックス。あ、レックス死んだ。まずい。ちょっと待って、オッケー。さあ、ちょっとここら辺、こういうのから崩れ始めんだよね、多分ね。さあ、メンバーチェンジの、めんちゃ、で、アオさん行って、ゴレムス行くでしょ？で、レックス一回入れといて、で、メタリ戻そうか。で、これしかないね、一回ね。よし、これで行きましょう。んで、アオさんに戦うで、呪文で。いや、いや、いや、いけるかな？いや、違う。今、いや、思ってんのは、入れ替えじゃなく、総外のこの、ベホマン耐えれっかな、一回。耐えれっかな？耐えれると思う？耐えれっかな？まあ、一回耐えれ、やるってみるしかないか。で、レックス入れて、で、ベホマン入れて、で、メタリン入れて、オッケー、オッケー。ね、さあ行きましょう。で、ちょっと戦うんで、ちょっと一回瞑想入れて、で、あ、ベホマズン覚えてんのか。あ、ベホマズン覚えてんじゃん。ザオリコ覚えてる。で、いや、ただ、ベホマンが死ぬか、耐えれんのかっていう話がさ、一応ね、賢者でしね。よし、オッケー。ベホマン耐えれなくね？ちょっと、ちょっと待った。まーつ！マジか、やめて！ごめんね！おぉ、こーわ！おぉ、瞑想何？全開すんの？あれ。さあ、来た！よし、ナイスだ。危なかった、今。今、超危なかったんだけど。アオさん、オッケーね。で、ゴレムス、レックス、レックスんとこ、ビアンカ、メタリン、オッケー、よし、行こう。よし、これ長くね、このボス。もうなん、どんだけやってたか分かんなくなるぐらい長いんだけど。で、呪文でメラゾーマね。まあまあ、これでちょっと、よし、オッケー。よし、ウバハ。さ、メラゾーマ、よーし、いいよいいよ。なんだ、まだか、まだなのか。うおー、やばいやばい、ちょっと、あぶな！で、な、攻撃力とか上がってる？ちょっと。もしかして。怖っ！今怖かったー！オッケー、よし。よし、64。あれ、こんなんしか回復しなかったっけ？よし、オッケー。186。お、来た！よーし、来た！やったぜ！よし！倒した倒した！いや、まだ。違う、安心できない。我が名はミルドラース。魔界、いやー、マジかよ。魔界の王にして王の中、聞いた。聞いた。イラついた時の言い方で。聞いた。その私が破れる。あ、破れた！よっしゃ！お！終わった！やった終わった、臭いぞ終わった臭いぞ
おお。終わった臭いぞ。おお。あ、終わった。よし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 。わからん、マスタードーン知ってる。どうしたマスタードーンが。伝説の勇者レックスとその父アオさん、そしてその一族の者たちが。よっしゃ。さっただけ世界に、普通の世界に再び平和が訪れた。心から礼を言うぞ。と、堅苦しい話はなしにしよう。なんかちょっと砕けたね、やっぱね。一回やっぱちょっとトロッコに20年乗ってたっていうの知ってるからかな。長く人間やったせいかこういう言葉遣いは疲れてしまうのだよ。あ、なるほどね。まあマスタードラゴン様、はっはっは。まあ良いでよ、なんかえら丸くなったな。フォーの時のあれとはちょっと違うな。さて青さんよ、地上では懐かしい人々がそなたの帰りを待っていることだろう。私がそなたを送り届けてやる。お、来た。さあ人間界も見てみたいしなっていうことで、では一つ先に外で待っておくぞ。あれ人間に戻んのか。カオーだって。やった。どうすんだこれ、動けんの。あ、動けた。さあ世界が平になった途端にこれもだもんな。いやはやマスタードラゴン様は何を考えているのか。さあプサンという人間に戻ってしまうおつもりなら、多分それありえるよね。あの感じそんな感じだよね。ありえそう。もうでもボロボロやな、ここ修復せえよ、もう先に。ここボロボロや。さあ根持ってちょっとお話を聞いた。さあこの度本当にありがとうございました。お待ちかねです。ございますよ。ちょっと待って、ちょっとあのママじゃないけどママっぽい人とかいたでしょ。あー、なんかちょっとなんかなんだこれ、シンクロしてるぞ。クルリンクルリン、世界に平和が戻りました。こうシンクロしてるぞこいつら。私の友達のベラがあなたたちによろしく。あー、ベラちゃん。あ、そっか、あの子だよね。ベラちゃんって あの子だよね。あれ妖精のところのベじゃなかったっけ。まあ、間違ってたらごめん。こっち行ってちょっとセーブできるとこあんのかな。あー、なんかあれこれいたっけ。ここ忙しい新しい歴史にあなたたちのことを書き加えなくっちゃ。あー、なるほどね。いいね、いいよそれ。勇者だからね。あー、ドラクエ5終わるのか。いやー、ラスボス終わったぜ。まあ多分、え、ちょっと待った、こっちか。セーブするとこあったっけ。ほいほいほい、セーブ。あー、なんかここいなかったよね。地上の人たちが世界の平和あんなに喜び合ってます。せめてはあなたたちのおかげですわ。あ、じいさん、じいさん、わしじゃよ。暖炉の中にいた老人じゃよ。おはんらはすごいの、わしは見直したぞって。なんかもう何もないよね多分ね。だって今か外、多分今までのドラクエシリーズだと複雑な作りになっているんだね。今までのドラクエだとあれだよね、多分もう外出てもありがとうございました、永遠に語り継がれていくことでしょう。ありがとうございます。いやー、ちょっと、ね、今までのなんかシリーズで一、いや待った、いやもうこれ、まあいいか、よし行こう、話そう。あれいるよでっかく。あ、やっと来たか。さあ地上へ出発するとしよう。まあいいでしょう、しましょう。あ、乗れる、しっかり捕まっているの。これ何、エンディングムービーがもしかして始まるのかな。プサンに戻ることはなかったね。いや、わからん、こっから戻ったりするのかな。あ、なんか飛んでる。あ、勝手にどこに行くの、一個一個回っていくのかな。そうですか、ではただ一度きりとはいえマーサ様に会ったのですね。そう、会いました。あ、こうやって今から思い出話ができるのね。ではただ一度きりとはいえ、さあマサ様、その時の嬉しそうな顔が目に浮かぶようですね。青さん、あなたの母親マサ様は私たちでとても誇りと思います。マサ様、これからきっとあなたたちの心の中で生き続けていくことでしょう。あ、動ける。あ、これでずーっと全部回っていくってことか。OK、上は何もないよね、多分何もないよね。
いやいいじゃん。あ、終わってしまうのもちょっと悲しい句もあるけどね。ちょっとね、偉大な女性でした。その孫たちが世界を救ったのですから。いや、すごいね。そう考えたらすごいよね。世界に平和が訪れたものすべてあなたたちのおかげでありがとうございました。いえ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 、そんなそんな、ちょっとうざいっていやー、すごいね、すごいね。あ、これセーブできんの、これセーブできんのかな。これだ、やがて大神殿も朽ち果てるでしょう。強大な奴隷なら大神殿の上に眠る人々にどうか安らぎを。あ、多分セーブはできないわ。セーブはできないんだね。さ、ちょっとこうやっちもうちょっとこう。やべ、40分ぐらい長くなっちゃったな。ふるさとまた遊びに来てくださいね。もう寝たりすることもできません。それはないわ。わー、すげえ。いやー、世界に平和か。平和な夜明けを迎えられることを心から嬉しく思います。本当にありがとうございます。そしてパパさん、あー来てたね。あー、グランマに帰りたいね。これこのまま行ったらまた入り口にいるのかな。はい、と駆け落ちした若い二人のその子らが世界を救った。ロマンチックよね次の場所に向かいましょう。いや、いいでしょう。いやー、にっくいね、マスタードラゴン憎いねじゃあ次どこ行ってくれんの。次はどこ。あー、来ました来ました。これはあれか、ヘンリーに会ってこいってことか。あー、来た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 。しかし驚いたな、王さんの息子が伝説の勇者だったと。本当だよね。いやいや、本当だわ。いや、これはすごい驚いた。富が高むとこのことだ。やかましわい、やがましわい。あな、でも、ほら、青さん自体にはほら、マーサー、お母さんの子は血筋なわけでしょ。でも、そんなことをおっしゃると、ビアンカさんに悪いですわ。おっと、そうだったら全く、ビアンカさんは、青さんには過ぎた奥さんだ。とにかく平和が、世界が平和になり、我がラインアットも国民大喜びだよって。ヘンリー、俺も青さんの友人として、これなんかさ、息子たちの冒険とかスピンオフとかないの？ないのかな？お前と本当に長い付き合いだったら、これからも仲良くしていこうな。あ、結構、エンディング結構長いんだね。ほいほいほい。レックスは伝説の勇者だったのか、偉いんだな。なんだったら俺、本当に俺の子分にしてやった。そうだよね。そうそう、うちの子、勇者なの。あ、大神殿で生き別れになった兄とはとうとう会えませんでしたが、きっとどこかに生きているでしょう。そうじんて生きていこうと思います。あ、そうだ、さ、お兄さんのやつ、どうなったんだろう。俺なんか、大神殿そのまま適当に、パー適当じゃないわ、さーって行っちゃったから、もしかしてあれなのかな、どっかでいたりしてんのかな。おいよ、これで世界をほん、うん、この度は世界を救ってくださって本当にありがとうございました。ラインハットの王として国民の代表で心からお礼します。できた子だね。グランバを、あ、そっか、俺王子だったわ、そういえば。王様だった、そういえば。待っているでしょ、どうか気をつけてね。これさ、何歳ぐらいになったんだろうね、この子ね。20歳ぐらいになってんのかな、もう。気をつけてください。さあ、ちょっとグランバニアちょっと行ってみよっか。エンディング、エンディング。エンディング、エンディング。これ珍しいよね、なんか、こんだけ移動できるのっていうのも、なかなか珍しいよね。あ、そこにちょっと、また。そこにいるな。そこにいらっしゃいますね。このおじいさん、ちょっと。再び神の城が天高く舞い上がったと聞きましたぞって、めでたいですな。はっはっはっは、だって。笑とる、笑とる。さあ、んでもって、グランバニアとかで。まあ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 、また、ちょっと今動画撮ってるんでね。隅々やってると多分これずっと、もっと時間かかっちゃうんですけども。まあまあまあ。まあセーブしてる、セーブもう一回見ようと思ったらまた後で見れますから。全ては神の導き、どうか伝説家族これからも神のご家族がありますように。ほいほいほい、やばい。これあれだったね、前回のところでさ、さあ、あれ切ってなかったらこの動画2時間超えの超大作になってた。君の名はと同じぐらいの長さになって。さあ、行きましょう。はい、行きます。ほんとなっとったわ。
さあ次はどこだ。あ、船がある。あ、サンタローズか。サンタローズ、青さん、あなたがパパさんとこの日の村から出かけていった日、あの日のことはつい昨日のことのように覚えております。まさかあの日以来二人が帰らなくなるなど誰が思ったでことでしょうか。しかしあなた方こうして帰ってきてくれました。しかし世界平和というのはお土産まで持ってきてくれて、いやすげえお土産だけどな。あーすごい、ちょっと復興はしてんのかな。なんかちょっと少しよ。あー、じいさんまだここやってんのか。これじゃパパスというなんともグランバディアという国の王様がやったそうじゃ。わしはもうびっくりじゃわい。ほんとだよね。はい、ようこそ。あ、この人同じことしか言わないんだね。でちょっと、あー、まあサンチョさん、にゃー、最後のにゃにゃーにゃーにゃにゃー。あ、なんかあれ、ちょっとなんか、あ、なんか少し経ってんじゃん。いつの間に。最近やったこのように昔のように人が集まるようになりました。いやすげえ、ここに下にいたさ、下にいた、ほい、あ、いない。あ、スライムいない、スライムいない。でもルーラーとか使えないんだよね多分ね。もうね、ここは使えないもんね多分ね。さあ、あー、ここには、いやー、取られたのか。取られたわけじゃないか。旦那さんは何か用ですか。旦那さん上にいますよって。これがな、パパ、あ、いた、なんだ、昔伝説の勇者、あー、なるほど、パパとその勇者の父青さんが住んでいたそうだ。何知ってるだと。わしや、わし、何、昔ここに住んでいたと。するとあなたが、あわわわわおお、誰の許可で住んどんねんおっさん。ここなんか出てこないかな。なんもないか。さすがにないか、ここは。ここはさすがにないか。よっしゃ、でこっち戻って、よっしゃ、でここの、あ、ほんとだ、売ってんのかな。俺はよ、パパスの喧嘩友達でパパスの後は何度もどついたもんだよ。パパス、どこかの国の王様だって言うじゃんが、参っちまったな、だって。いいね、いいね。パパスね、パパね。さあ、行きましょう。で、次んとこ行ってみる？次んとこ行ってみる？ここら辺もちょっとね、ちょっと覗いてね。はいと。青さんじゃないか。そうか、帰ってきたのか。いろいろ噂聞かせてもらったよ。王様になって、しかも魔界の王まで倒したとか。青さんがこの村で一番の出世頭だな。本当だよね。そうだよね。なかなかないよね。自分の息子が勇者だったってすんげえ多い。あ、青さんじゃないか。じゃなかった。青さんを随分立派になられましたね。だって。いえいえ。そんなことないで。うぜえわ。うぜえ。でこっち戻って、あ、いた、カールおじさん、カールおじさん、はい、カールおじさん、あ、何もなかった、普通に何もなかった。まあいや、行こう。じゃあ次の場所へ向かいましょう。フローラのとことか行くのかな、行くのかな。あ、違う、ここはスルーだ。あー、お城が、ビアンカとの思い出のお城が、あ、なんかちょっと、なんかちょっとフローラのとこに行きそうな、なんだか行きそうな気がする。あれ、こっち、あれ、ここ誰、あれ、なんかいろいろんなとこ回ってくれんだね。あ、思い出こう乗りながら、あれなのかな、おーいとか手振ってんのかな。あのドラゴンボールのあの悟空がよくやるじゃん、あの金トーン乗ってさ手振るでよくやるじゃん、なんかね、なかったっけそういうシーン、あったよね。さあ、どこに行くんだこれ。火山があって、で、これ指輪ね、リング取りましたよね。あ、この時のこのリングが、まさかのその、三つのリングだと思わんかったもんね。あ、これあれだ、凱旋パレードみたいな、凱旋パレード。あ、来た。フローラ来た、フローラ。さあ、来ました。いやー、愉快。魔界のを倒し、世界に平和を取り戻してくれとはな。さすが青さんとその子供たちで、私は見込んだだけのあるな。これであの時フローラと結婚してくれればと思うが、それはもう言うまい。まあですよね。やっぱ勇者、旦那が勇者だ。いや、勇者ってわけじゃない。ん？でも、まあ、倒したから勇者でしょ、青さんも。ね。そうでしょ？わっはっは、言う、愉快、待ってちまって。さあ、ちょっとビアンカちょっと見てみよう。フローラか。フローラさん。息子さんが伝説の勇者だったなんて、本当に驚いてしまいましたわ。きっと青さんともブヤカさんは結ばれる運命でしたのねって。いたー、
フローラ本当にありがとうございました。青さんさん、あ、そうか、忘れた、初めて久々に言った青さんさんってビアンカさん、それにお二人のお子たち、どうかいつまで仲良くお幸せに。あ、これだけか。青さん、あなたはやはりすごい人だったんですね。そんなすごい人といっそ、うん、一時フローのこと競い合ってたなんて、てんてんてん、なんだかますます自分にやかましいわ、やかましいわもう2回目の時は俺がフローラと結婚すんだからなあ、すいません、すいません、ちょっともう一人の僕がちょっとすいません、もう一人の僕が余計なこと言ってました今。まあいいや、よし行こう。あ、でも違う、あの結婚、結婚、あ、ワンワンいた、ワン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 、こっちに来ていたのね。あ、あれじゃ入れなくなってる。長生きするもんじゃの、だって夢にも思わん、なんか入っちゃいけないみたいよ、なんかいけないみたいだね。出ます、出ます。さあ次はどこなんだろうか。さあ次はどこですか。まっすぐ来てる。あ、天空城置きっぱなしだ見た今天空城、置きっぱなしじゃねえか、あの天空城見た今天空城置きっぱなしだぜ。ね、これね、あ、水門、あれだね、あの水のリングのとこだよね。こっち行って、あー、お父さんに挨拶してくんのか。そうかいそうかい、魔界のをやっつけてしまったのか。それはとなく青さんたち息子4人がこうして会いに来てくれたんだ。こんな嬉しいことはないぞ。積もる話もあるし、今日ぐらいゆっくりしていけるだろう。それが父さん、なんだって、グランバニアで人々が青さんの代わりを待ちわびている。そうか、青さんはそうそう王様だからね。グランバニアに帰ってあげるといいぞ。また会いに来るからね。会いに来るのはいいが、青さんと喧嘩して家でなんかしてくるなよ。わっはっはっは、大丈夫大丈夫。さあ、わしの可愛い孫たちの顔をよく見せてくれ、だって。いいね、いやーこれよかったね、やっぱね、こういうのいいよね。立派な大人になるんだぞ。そうだね、さあ行こう。グランバニーヤ、すいません、ちょっとこの動画1時間超えますにゃにゃーにゃー、これじゃ超えますんで皆さん。あ、お母さん眺めた、特に変わった、こんな山の中でも大きな声出しても誰にも叱られないよね、だって。やっほー、うん、子供だよね、勇者だけどまだね、子供だからね、ちょっとも変わらないね。だから私も安心してこの村を離れられるんだけど。あ、いた、カールおじさんいた。なりてって言ってよ、家の中にまるで、あ、いるんだね。せいなったら一層、ひょっとしたらそのおかげかもしれないだよ。だって、親バカか親バカか、親バカだろ。さあ、こっち行って。キャスキ、あなたが魔界の王を倒したユース様たちね。だって。さあ、温泉入ってる、いた、じじいた。今まで以上にピチピチのギャラやってくるかもしれんの。あ、これ一緒か。若いつもりなんだからしょうがない人です。いや、若いことはいいことですよ。若いってことはね。さてと、じゃあちょっとグランバニア行くか、じゃあ。グランバニア行って、にゃんにゃん行って、行きます。あれかな、なんか天空の兜とかあったじゃん。あそこら辺とか行かんのかな、これで終わんのかな。行くのかな。さあ次はどこに行くんじゃろうか。あー、なんか終わると思うね、なんかね。あー、ドラクエイヤー5すごかったな、改めてね。さあどこだ。あ、ここか。会いに行くのかな、やっぱ。あ、行かね、スルーされ、まさかのスルー。いや、天空の兜を守ってる国ですよ、あそこ。さあ、思い出の地。あ、なんかちょっと夕暮れになってドラマティックになったんだけど。さあ、どこだ、あそこか、あれなんだっけ、わからん。ちょっと自由に、凱旋パレードが、ちょっと、どこら辺だ、ここ。マップ開けないから
あの塔が、あ、来た来た来た、朝来ちゃいました。あ、行った。さあ、さあ帰ってきました。あ、青さんお帰りなさいませ。みんな嬉しいよね、倒して帰ってきたんか。そりゃすごい、みんな帰ってきて、うわー嬉しいだろうね。さあ、オッケー、はい、お帰りなさいませ。さあ皆さん待ってますよって。あ、こっちか、こっちから行くのか。さあエンディングが始まるかい。エンディングが、あー、いた、サンチュさん、ごめん、まだ使ってないよ、サンチュさん。さあ、坊ちゃま、いや、青さん、お帰りなさいませ。この度で ご活躍、このサンチュどれほど嬉しかったかと。嬉しいよね。パパソーとまだ赤ん坊だった青さんを連れてこの城出た時、まさかこんな日が来ると夢にも。さあ、青さんを皆様がお待ちかねですぞ。さあ、行きましょう。お待ちか、さあ、来た。いやー、ちょっと、いやー、鳥肌立つね。いやこの BGM スーパーすげえな。あれ、あれプサンじゃないよね。どこからともなく不思議な声が聞こえる。あ、見てください、あなた、うわー、もう感動するわこんなん。あー、見ているとも泣ける。な、目がすら熱くなるわ。私たちの子供は私たちが叶えられなかった夢を、うわー、さあこっちへおいで。いやー、はい、あなた、いやー、あ、なんですか、妖精さんがなんかちょっと憎い演出でもしてくれてるんですかこれ。いやー、なかなか、なかなかですね。あー、さあということでエンディング、いやー、いや素晴らしかったね。いや、ぬこかったね。いやー、まあそれはもうこれだ、これは神ゲーと言われてもそれは当たり前ですね、これはね。いや、素晴らしかった。ブラボー。ドラケン4のね、最後も良かったですけども。いやー、良かった、良かった。ブラボー、ブラボー。さあ、ということでですね、まあ、エンディング終わりましたということなんですが、で、案の定ね、やっぱりセーブしますかってあって、で、やっぱ、星印みたいについたんですよ。ロトみたいな感じで。で、ここ話を聞くと、まあ、助けたのに、暗黒の魔界に行かれるそうですねっていう。だからもう、まあ、戻るんだね。今までと同じパティーンだね、これね。まあ、なんですけども、まあ、ちょっとです。一旦ちょっとね、ラスボスが終わったということで、いや、パートいくつになりました、これで。43パートぐらいですか？もう1ヶ月ちょっとぐらいですか？いや、本当に皆さん、最後まで、ですね、見てくださって本当にありがとうございました。いや、もうね、すごかったです。まあ、なんか、大河ドラマでしょう、もう、これ。まあ、でもね、最後はこの、まあ、最後のやっぱこう、セリフだね、やっぱね。まあ、見てたっていう、ね、マーサとパパスは見てたよってね、っていう感じがすごく良かったし、まあ、こんなにね、すごいと思ってなかった。想像がはるかに超えてきたね。だからまあ、これがすごいって言われるのは、まあ、それだけの理由があるし、まあ、切なかったりとか辛かった、いや、主人公ちょっと、すんげえ壮絶すぎだろうって思うんですけども、今こうやってね、見てください、この幸せそうな。
あ、ということで、ですね、まあ、このこっから先何があるかちょっと分かってないんですけども、一旦ですね、まあ、とにかくあのラスボスが終わったということで、本当にですね、皆さん本当に1ヶ月ちょっとの間ですかね、毎日一応1本ずつ動画を出させていただきましたが、見てくださって本当にありがとうございましたということで、今回はですねこの辺で終わりたいなと思います。よろしければですねチャンネル登録そして高評価ですね、あとまたねあの感想かなんかを言ってもらえるとね、応援のメッセージなんかあると嬉しいんで、よろしくお願いしますということで、ここら辺で終わります。それでは皆さん